どうもありがとうございました。やっと言ってるんですけどね。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい。それではね、はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。今度はね、ね、あのなんといつもアシスタントをやっていただいている森ちゃんが、はいはい、あのデュエットをね、出したんです。そうなんですか、デュエット。タイトルがね、はい、なんか難しい名前、イケズ。イケズってどういう意味か知ってる？いや、わかりません。どういう意味ですか？イケズ。あれはどういう意味なんだろうね、イケズ。うん、あの、ナマズとも違うんだよね。なんですか？あ、イケズね。ああ、なんだ、おっちゃん。イケズってどういう意味なの、あれ。あ、イケズ、まあ、関西ではね、ちょっと意地悪っていうかね。なるほどね。まあ、お互い好き同士だけど、本当のことを言えなくて、ちょっと意地悪っていう、そういう感じのね。それでは早速、あの、相手役、はい、どうぞ、いらっしゃい。先ほどね。はい。どうぞ、真ん中どうぞ。はい、どうぞ。じゃあマイクこちらで。はい、はい、はい。ね、小中さんにね、お相手していただきますけれども。じゃあ早速、イケズ、聞いてみましょうかね。はい。ね、イケズ。ね、意地悪。俺と、ね、またよろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。
今度はね、あのさもういよいよレミちゃん、あなたの番ですよ。うん、ね、離婚という変わった名前の歌をね、聴いてください。真剣に歌ってよ。はい、それでは宮山レミさんです。離婚です。すいません。はい、じゃあ離婚。
て悔しい夜の子って書いてさよこって言うんです。昔のなんていうか。いやいや違う。関係ない関係ない。あのね、今見てらっしゃる人もね、さよこさんいらっしゃいますか。あなたの歌ですよ。聞いてください。僕の一番新しい曲です。ね、夜の小さい夜の子と書きましてさよこと申します。聞いてください。聞いてください。Oh,
悲しい思いをさせずに済んだ。お久しぶり微笑ますあいつのことに触れずによくれ。過去に戻れる戻れるさてはあなたが欲しいねたぶんでたぶんで扉開くたびさよこがふっとやってそうな風気ブランディ扉開くたびさよこがふっとため息ブランディしびれる曲ですね。ありがとうございます。これ一番新しいじゃないですか、ね、うん、久しぶりに歌った本当に初めてですもんね。いや初めてです ね、はい、そうです。これからも聞かせてください。はい、歌います。歌います。はい、どうもありがとうございます。じゃあ最後は2人の、はい、デュエット。そうですね、これまた変わったタイトル、ね、男嫌いと女嫌いって変なタイトルなんですこれね、ぜひ聞いてください。はい、今頑張って歌ってますから、はい、よろしくお願いします。はい、先ほどね、森ちゃんはこっちで、彼女はこっちだったでしょ。僕はね、どうも苦手なの。こっちの方がいいんですよ。そうですか。はい。やっぱりほら、得意不得意があるからね。それでは、男嫌いと女嫌いです。夕暮れにネオンの明かりが灯る頃枯れ散りたくない酔いどれ天使ネオン明かりに誘われて心恋する女と恋をする男なぜか巡り合う嫌いな人と女に男嫌いがドキドキするよな恋をする男と女は名はリブタイサネオンの明かりが灯る頃帰りたくない酔いどれ天使一目惚れして恋をする
する今夜はとても幸せよ愛する女と愛される男だけど今夜だけ好みが合うね男以来が所詮二人は酒の上男と女は回り舞台さする女と恋をする男なぜか巡り合う嫌いな人と女に会いと男に会いがドキドキするよ恋をする男と女は回り舞台さお送りいたしました、はい、それではまた来月、ね、また来月会いましょう。どうも11月20日です。11月20日ですよ。見てね。バイバーイ。よろしく。お元気で。